時間は JK の昼休みです。みなさんこんにちは。始まりました、 JK の昼休み。パーソナリティーなやです。ももはです。この番組は燕市役所町遊び部の女子高生がお昼休みのたわいもないゆるいトークをゆるーくお届けする番組です。今回のゲストは前回から引き続き町遊び部メンバーの祈り、あみ、ここねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは4月からやってるコーナーということで、早口言葉&クイズコーナーです。ではまず早口言葉から。じゃあお題は除雪車除雪作業中を3回。あみさんどうぞ。除雪車除雪車除雪車無理無理。じゃあ次のお題は打者走者勝者走者一走3回ね。はい、打者走者勝走者あれ合ってるかも分かんないじゃない聞いてる人さ。何がお題なのかも分かんないでしょ。言えばいい。打者勝者勝者走者一走、打者走者勝者勝者一勝、打者走者走者勝一走。おー頑張った。はい頑張りました。じゃあ次のお題は坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。はい、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、うん、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おーすごい、ね、じゃあ次ね、マサチューセッツ州で3回言って。マサチューセッツ州、マサチューセッツ州、マサチューシューセッツ州遅かった。じゃあ次はあやのリベンジで老若男女を3回。老若男女、老若男女、老若男女でもちょっと好きじゃん。にゃんにょだけどね。ちょっとじゃあまた次回やらせてください。はい、じゃあ次クイズコーナーいきます。皆さん答えてくださいね。はい、第1問。ある日太郎くんが桜の木の下で花子さんに告白したら断られてしまいました。ところが次の日、次の木の下でもう一度告白したら、なんと答えは OK。 一体どうして？杉の点々取ると好きだから。うちも最初それを思った。ブーなんだ。気持ち変わったから。お、もう気が変わったから。答えは、ね、桜の木の下だったのが杉の木の下になって、気が変わったから、気が変わったから。そして納得じゃない？うん、すぐ分かる。確かにね。謎謎だからね。クイズだから。第2問。有名スポーツ選手、総理大臣、スーパーアイドル、この中で本当に人気があるのは誰でしょう？スーパーアイドル。なんで？スーパーだから。はい、残念。有名スポーツ選手、スペート有名スポーツ選手、はい、はい、総理大臣、スーパーアイドルの3人。一番人気なの？一番人気。人気？名前関係あるの？あ、人気。あ、人気。大統領だ。総理大臣ってこと？そう、総理大臣。ちょっと大統領、まあいいや。総理大臣。欲しい。ということ一番人気があるのは誰でしょう？でしょ？人気じゃなくて、人気に変える、あの人弁のさ。あー、そういうことね。今分かった。はい、ラスト。背景に太陽も月もない場所はどこでしょう？じゃあヒントね。背景っていう字書いて。漢字、ひらがな。漢字、背の景色、景。そうでしょ、うん、で、で、太陽と。あ、分かった分かった。待って、言わないで、待って、言わないで。分かった？ピンと来てた？月の太陽。太陽と太陽。あ、分かった。太陽って火でダメ。おお。でしょ？そしたら火。お、ちょっと待ってね。秘境になったよ。あ、ちょっと落ち着いて。なんで秘境なの？はい、皆さん、答えは？せーの。北京。はい、正解です。太陽の日と月を背景という感じから抜いたら北京になります。すごいヒントでしたね。あ、上手上手です。うん、ぼよみだね。
では次の話題に行きましょう。最近嬉しかったことありますか？私の嬉しかったことはもうほんと最近、推しの NiziU のりまちゃんのグッズがお家に届いたんですよ。もう嬉しくて嬉しくて、でもうね、早速私はお部屋に飾っちゃいました。もう気分上がって。じゃあ他の皆さんは最近のブームって何ですか？何かある？映画鑑賞。一番最近見たのは君の瞳が問いかけていた。本当に泣けたから横浜流星なんですよね。そうそう、目が見えないんだよね。じゃあ私質問、中学生だったわけじゃない、私も。ということで、給食で好きなご飯なんだった？私は断然ソフト麺系、その麺系がめっちゃ好きだった。めっちゃ上がる。私はきなこ揚げパン。食べたことない。出なかった。出なかった。出なかった。え、本当に、うん、やばいよ、マジ食べた方がいいでも食べれないから。めっちゃ美味しいよ、うん、え、パン屋さんでも見る？私そんな見ないんだけど。きなこパン。私はあれ、鼻息あれ、あっちも言うとしたんだけど私はですね、米粉パンが好きなんですよ。丸いパンでない、みん な, なん白いやつ、何もない、ね、何もなんかあれが好きなの。丸いパンなんて出たことないよ。え、これか四角じゃね。何これって、どれ出たことない。え、ナンはナン出た、出た、ドライカレー、ドライカレーつけて食べてた。いや、凍ってない。凍ってない。え、凍ってた。めっちゃ凍ってた。凍ってない。あ、けどジェリーは凍ってた。あ、凍ってたね。あれ、ああいうやつじゃないの？え、どうだ。シャーベットみたい。シャーベットはシャーベットだ。キャベット出たっけ？出た？ああいう七夕とか出てたよね。3色は？あのさ、チョコレートのやつ。ああ、ミルメイクね。ミルメイクが好き。あれさ、直で飲んでる人いたよね。何でってんだろう。ソフト麺とかさ、生で食べる人いたよね。あーね、何してる、何してる。コペパンを一口で食べれるか選手権みたいな。ギャラなんて過ごしてる感じね。美味しく食べてほしいよね。あと牛乳何本飲めるかみたいなね。あるある。10本近く飲んでる人いなかった。そうそう、絶対お腹やばいよね。10本って何？2リットル？うん、違うよ。200×10 は2000。じゃあ2リットル。え、待ってんじゃん。ココア給食食べた？食べた。カレーとか。ああ、カレーめっちゃ美味しい。カレーマジで美味しい、本当に。え、でももうちょっとさ、出る頻度増やしてほしくない？夏野菜カレー。夏野菜カレー、ナスとか入ってるじゃん。美味しかった。グリーンピース好きな人は？あ、私食べれる。ダメダメ、食べれない。食べれない、無理だよね。グリーンピースってそんな癖強いっけ？強い。でもなんかさ、あるくない？シューマイにちょんって乗ってるグリーンピースだけが食感に残って帰ってくるの。食感取るからな、うん、だから取ったのが、あ、食感に残るってこと。なんでわかんないの今。食感に返すってことでしょ。そうそうそう、食べないから。食感、食感っていうからさ、なんか甘い。食感かの。あれ、あのね、入れ物ねにグリーンピースだけいっぱいあるとか。そうそうそう。あ、なるほどね。食べろよって思う人、私それでしょ。アミもそう思うでしょ。うん、だってあとこんなちっちゃいのだよ。私みんなからもらってたよ結構。え、グリーンピースを？いや、グリーンピースっていうか、みんな嫌いなもの食べてた。変わってるね。どこ？だって、あともう一個言わせて。フルーツポンチ好き。あー、最後多く持ってって怒っちゃう。あれマジさ、盛る係によって量変わるくない？そう、親しい人だとちょっといっぱい入れてって感じでさ、小声で言える？私言えないんだけど。え、だから親しくない人だと言えないんだって。そうそう、男子とかってさ、そうそうそう、言えないよね。だからマジあれ、盛る人のによる。あとセンスね。そうそうそう、センス、盛る人もセンス。カレーとかもセンスあるよ。ある。はい、今回はこんな感じで、ゲストのみんな、ラジオ2回出演したけどどうだった？アミは？思ってたより緩くて楽しかったです。みんな言うよね。言うよね。言った。いなりは？すごい、ラジオとか初めてだったんですけど、すごく楽しかったです、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、はい、ここは？最初緊張したけど楽しかったです。よかったわ。次回からお便りコーナーを再開します。つばめ三条 FM 放送のホームページか、つばめ若者会議のホームページから送ってください。それではまた次回。バイバーイ。